はい、こんにちは、天馬です。今日はですね、ジェネリックメーカーをちょっと食べ比べしてみたいなということで、先日からですね、YouTube の方に福岡県の方のメロディー式の信号機の動画を上げてると思うので、察しのいい方気づいてるかもしれませんが、福岡に行ってきました。てなわけで、博多通りもんじ、家用にもお土産で買ってきました。でですね、最近セブンイレブンのジェネリックメーカーシリーズ、とですね、勝手に呼ばれている形のですね、いわゆるお土産のメーカーのパチモンをですね、売っているとのことなので、ちょっと近所のイトーヨーカドーで仕入れてきました。今回、比較するお菓子についてはですね、こちら、博多通りもんですねと、セブンイレブンのこちらミルクアンマンですね、セブンプレミアムですね。じゃあこれ実際食べ比べをしてみたいなと思います。ちっちゃと今日はね、緑茶を用意してきましたからね、緑茶、はい、緑茶用意してきましたからね、それじゃあ食べ比べしたいなと思います。いつもやったら急須で入れるんだけど、もう今日めんどくさいしね、もういいやってことで、ティーパックで勘弁してください。硬いな。袋が硬くて開けられないというですね、このシャムさんみたいなことを やらかしてしまいましたが、よりによってハサミがないの。YouTube に上げるときは編集で全部カットだな、これは。てなわけで開けました。まず本家の博多通りもんの方から食べてみましょう。こちらですね。開けてみました。ごめんなさい、開け方汚くて。中は黄色いあんが入っているという感じですね。あんま言いにくいね。ということで、さあ行ってみましょう。うん。まろやかで美味しい。一方、こっちがですね、セブンイレブンのミルクアンマンです。ちょっとあんが違いますね。では、こっちも食べてみましょうか。中身こんな感じです。食べてみましょう。いや、似てる。むっちゃくちゃ似てます。むっちゃくちゃ似てます。どっちも通りもんです、正直。うまいです。ということで、どっちかって言ったらですね、ミルクアンマンの方がちょっとパサパサしててミルク感が強いですかね。でも通りもんの方が上品な甘みで美味しいです。上品な甘みで、なんか喉越しがいいっていうか、なんかスッとるっと口の中に入っていく感じがします。だいたいですね、通りもんの方が1個100円くらいですかね、コスト当たりに計算すると。で、セブンイレブンの方が1個80円くらいでしたかね。90円、85円くらいで、1個あたり計買えることになります。どっちも美味しいです。通り物がちょっと高いですが、まあ、物証、むちゃくちゃ美味しいですけども、だからといってミルクアンマンの方も、悪くないなっていう感じです。正直かなり、いい線ついてきてます。ということで、はい。今回は、この動画 YouTube に上げるように撮ったので、ツイキャスの皆さんコメントは後で読ませていただきます。というわけで、通りもんが食いたいってなったら、これセブンイレブンに行って買ってきても、正直いいレベルでこれ美味しいです。というわけで、今回の動画以上です。ご視聴ありがとうございました。